空手世界チャンピオン福中です、今日は上段膝蹴りをやっていこうかなと思います。まあ、前回中段膝蹴りやその中段膝蹴りをつなげるためのコンビネーションとかのこの膝蹴りシリーズをたくさんやってきたんですけども、まあ、せっかくなんでこの上段膝蹴りで前ね1回ね上段膝蹴りの動画上げてるんですけど、まあ、それはまあちょっと短い動画で詳しくはできないところもたくさんあったので今日は細かく詳しくいい感じに説明できればなと思います。上段膝蹴りなんですけどまず蹴りに入る前に上段膝って結構難しい技って思われてしまいがちなんですけどそんなことなくて、まあ、まずその体の柔軟性とか柔らかさとかなんですけど、まあ、横向いてこの膝が自分のこの胸ぐらいの高さまで上げることができたら誰でも蹴ります。最初背中まっすぐしてこう膝上げてるんですけどこの背中をまっすぐした状態で膝これだったらちょっと上げにくい人いるかもしれないですよね。で何個か前の上段回し蹴りとか上段を蹴るために足を上げる動画あったと思うんですけどその時に股関節を引いて背中を丸めるっていう場面ありましたよね。股関節を引いて背中を丸めることによってこの膝って抱え込みやすいです。この胸にしっかりと収納しやすいです。膝を腰を少し丸めることによって膝を高く上げれることがあります。そうすることによってさっきよりも膝高くでできるようになったら自分の顎に膝がつくぐらい、まあ、こう手を置いてもらって自分の顎に膝がつくぐらいまでできたら当てることに対してはあともう少しで当てることができます。まず最初はストレッチとして少し腰を曲げて自分の顎ぐらいの高さに膝蹴りを蹴るような感じでやってください。まあ、これでストレッチ編は終わるんですけど次に、まあ、蹴り方ですよね。上段膝蹴りの蹴り方は中段膝蹴りと似てて前踏み込んだ時中段膝蹴りの時踏み込んだ時にサイドに入って後ろ足を相手のこのセンターに合わせるっていう話をしましたよね。踏み込んで足をセンターに合わせる、もう上段膝も一緒です。サイドに踏み込んで相手のセンターこの顎のラインに自分の左膝奥足の膝を合わせて蹴ることが当てるための第一歩です。ちょっと実際に人にやってみましょう。これがなんでセンターに足を合わせないといけないかというと上段膝、まあ、顎にしっかりとクリーンヒットさせたいんでまっすぐ入ってしまうとこの相手のこの横側にこう当たってしまうんですよね。で腰もちょっと曲げづらいこんな横側に当たるんでしっかりと顎に当たらないです。やっぱり顎に当てるためにはこのセンターにしっかりと後ろの膝を合わせてサイドに入った方がパッと相手の顔に当てやすいです。で上段膝蹴りのこの当てる時の角度っていうのかな膝の角度っていうんですけど上げてからこう内に絞る選手とかもいると思うんですけどこれだとすごい難しいです。どういうことかというとこう上げてからこう内に絞る、確かに顎ってこう横に揺れた方がね脳も揺れます。なんでそっちの方がいいんですけど最初はもうそんなことを気にしなくていいと思います。最初はサイドに入ってしっかりと顎に当てること、まずこれさえ意識したら大抵の選手は倒すことできます。で少しずつこの上段膝を身につけてできるようになってきたら横から顎をキュッとカクッと内に絞るだけでプラット相手も立ち上がってこれないような膝蹴りになります。もうね最初はサイドに入って下からもう斜め下からボクシングのアッパーみたいな感じで斜め下からキュッと蹴ると自分の視覚から見えないところから入ってきて受けられにくい膝蹴りになります。この時蹴り方2種類あると思います。上段膝ってこうまっすぐ下からこう上げて蹴るのかと今やってた自分みたいに外から覆いかぶさって蹴っていくのか、まあ、自分的には下から蹴るのって相当難易度が高いと思うんですね。結構難しい蹴り方だと思います。今みたいに自分の蹴り方みたいに横から蹴っていく蹴り方の方がわりかし当てやすい蹴り方です。少年部とか少年部の試合で上段膝蹴りありの試合あると思いますけどこう下から蹴る
膝蹴りってあんまりこの顔が小学生のうちだったらこう揺れないんで、キュッと耐えられて、あんま技あり取られにくいんですよね。けどこういう覆いかぶさっていく、バチッと覆いかぶさっていく膝だったら痛みも派手ですし、しっかり当たったら顔も揺れるし、技ありも取られやすいです。なんでやっぱ小学生のうちから覚えてほしい膝蹴りっていうのは、先に下から蹴る膝蹴りというかは、しっかりとサイドに入って上から覆いかぶさっていく膝蹴り、この蹴り方を覚えてほしいなと思います。今ジャンプしないで膝をこう上げてたんですけど、次はジャンプして膝蹴ります。やらないでほしいジャンプの仕方は、一回こう構えてどっこいしょっと下に体重をかけて、このまま両足でジャンプ、両足で踏み切る膝蹴り、これはあんまり入りません。なぜかというと、上段の技って一瞬の隙をついて相手に当てたいですよね。でもこのためができてしまうことによって、このためを作ることによって、どっこいしょってすることによって相手にバレてしまうんですよね、この一瞬の隙をつこうと思ってる。なんで自分がいつもやってる上段の膝蹴りは、前足、右足を 大きくじゃないですけど、踏み込んでこの右足1個だけでジャンプするような膝蹴り、もう一回いきますね。右足1個だけで踏み込んでジャンプする膝蹴り、これをまず実際に人にやってみて、どういう違いがあるのかをちょっとまたね見て分かっていただきたいなと思います。さっきやった一回沈んでどっこいしょっていう蹴りだと、まあこう攻撃してますよね。まあ攻撃しててちょっと寄って、で沈むことによって相手にバレちゃうんで、バックステップして避けられてしまうんですよ。こんな風に避けられてしまうんですよ。やっぱりね、その間があることによって相手も察知するし、でも自分がさっきやってた膝蹴りは、ここから一歩、もうこの一歩だけで急に下から来るんで、もし受けられてても相手にはバレにくいし、見た目もすごいいいし、1回目ではもしガードされても2回目3回目もどんどんチャレンジしていける蹴りなんですよね。なんでこの踏み込んだ時には、この真ん中じゃなく外、相手の足の外に入りながらキュッとジャンプして、この片足でジャンプしていく。で今のジャンプなんですけど、つま先からこう入ってこれだけでジャンプすると結構足に負担きます。なんで踏み込むときはかかとから、それか足の裏こう全部ついた方がふくらはぎやこの足に自体には負担かかりにくいです。かかとから踏み込む、最後つま先でキュッとジャンプするようなやり方が一番、まあ簡単なあれで言ったらもうバスケットです。バスケのレイアップシュートみたいな感じで、レイアップシュートみたいな感じで、そのイメージでやるとやりやすいと思います。はい、じゃあ今日はこんな感じで上段膝蹴りをやりました。まあ、上段膝蹴りっていうのは自分が思うに、小学生のうちから必ず覚えておいた方がいい技だと思います。ではこの上段膝蹴りを使うことによって、で得意にすることによって、やっぱ一般部に上がった時接近戦でも相手をこの倒すことができる一個のね技を持つことができます。やっぱり上段回し蹴りとか前蹴りとかももちろんいいんですけど、なかなか接近戦でその2つの蹴りとか使うの難しいですよね。なのでこの小学生のうちから上段膝蹴りのタイミングや蹴り方、当て方を考えてやるととてもいいです。まあこれを見てしっかり覚えてほしいなと思います。で次回は上段膝蹴りのつなぎ、どうやって上段膝蹴りに入れたらいいの、その前のつなぎとかをやっていこうかなと思いますので、これがいいなと、この動画すごいためになったなと思いましたら、チャンネル登録、高評価、この2つお願いします。